俺はソプラノ学園に通う高校生のアルト。日曜日の昼、幼馴染の奏とまったり公園デート中だ。うまい奏、かなり弁当の腕上げたよな。そうかな、そうだといいな。今度は俺が作ってやるよ。アルト君がお料理って本当？ま、料理くらいできるよ。で、あれバカラじゃねえか？ヤンキーに昼の公園って似合わねえ。なんか動き変じゃない？ほっとこうぜ。どうせまた夜通し悪さでもしてたんだよ。大丈夫かな？とその時、強烈な警告音が俺たちのスマホから鳴り響いた。大変大変大変だポニー。なんだ、地震か？な、何？おい、大丈夫だ、何も起こってないから、きっと誤報だよ。そう思いながら速報映像を見てみると、画面には街中を徘徊するゾンビたちが映し出され、映画でしか見たことのないような悲惨な光景が広がっていた。ゾンビ発生、今すぐ安全な場所に避難し。全国でゾンビ発生？そんな嘘だろ。どうしよう、こんな漫画みたいなこと。大丈夫、奏は俺が守るから。うん、ありがとう。突然俺たちの方に首を異常な方向に曲げたバカラが走ってきた。え、もしかしてバカラ君？ゾンビだ、奏こっちだ、逃げよう。なんとか公園を脱出してバカラを巻いた俺たちではあったが、安心するのも束の間、道は徘徊するゾンビで溢れかえっていた。こんなこと。大丈夫だ、抜け道を考えよう。くそ、俺んちの方向はゾンビだらけだ。冷静になれ俺。私の家ならあっち。そうか、そっちなら大丈夫そうだ。ひとまず奏ん家に隠れよう。奏の家は金持ちなため、セキュリティもバッチリだった。奏の部屋って可愛いな。散らかってるからそんなに見ないで。悪い悪い、無駄話してる場合じゃないよな。アルト君いらっしゃい、奏がいつもお世話になっております。いえ、奏の母ちゃんは奏にの美人で前向きな明るい人だった。大変なことになっちゃったわね。無事でよかったわ。ひとまずここで避難して指示を待ちましょう。きっと助かるわ。そうですね、ありがとうございます。あ、犬のプニちゃんもお家にあげてあげなくちゃ。プニちゃん、お家入るわよ。あら、どうしたの？調子悪いの？プニ。あ、この子。俺はゾンビのことも忘れて、まるで公園デートの続きかのように静かな部屋で奏との時間を楽しんでいた。懐かしいな、幼稚園の時の写真。俺も奏もちっちゃいな。アルト君、いつも私のこといじめっ子のカリンちゃんから守ってくれたよね。当たり前だよ、カリンのやつちょっと賢いからって奏をからかいすぎだったんだよ。あ、ジュースごちそうさまでした。ジュース。お母さん、お母さん、やだ、どうして？俺は奏の母ちゃんの腕に噛まれたような傷を発見した。ここもダメだ、奏、裏口から逃げよう。俺たちはゾンビに追いつかれないようとにかく走った。奏は絶対に俺が守らなきゃ。奏、絶対俺から離れるなよ。絶対離れない。とりあえずここに隠れよう。お母さん。奏、無事だったのね。人間だよ、2組の陰キャデブの竹内だよ。おお、竹内、無事だったか。てか、陰キャデブって自分で言うか。実はね、くしょ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 。学校の図書室でゾンビの資料を発見した。ちぃ、ゾンビに聞かれたらまずいから。頭のいい奴もいるからね。じゃあ、その資料に何か解決のヒントが載ってるかもしれないんだな。うん、俺たちは竹内が昔読み漁っていたゾンビの資料がある学校に向かった。とはいえ、好き好んでゾンビの資料を読み漁っていたなんて、
竹内は相当なオタクだ。ゾンビとはなるべく目を合わせないようにね。目が合うと襲ってくるから。詳しいんだね、竹内くん。限られた状況ではオタクが頼りになることもある。おい、あれラムじゃねえか。本当だ、ラムちゃん。ダメだ、ゾンビ化してるね。嘘、ラムちゃんまで。そんなの嫌だよ。ラムちゃん、ゾンビになっても可愛い。しかもホーマンな。ラムちゃん、ラムちゃん。あ、目合っちゃった。ラムちゃん、ラムちゃん。ダメだ、ここは一旦諦めよう。絶対元に戻す方法があるはずだ。俺たちはラムのためにも学校の図書室へ急いだ。図書室に到着した俺たちは急いでゾンビに関する資料を探した。どこだ、どこだ。これも違うな。くそ、竹内は一体どこでゾンビの資料を見つけたんだよ。結局資料は見つからず夜になってしまった。俺たちは図書室の扉に机を固定し、ゾンビが入れないようにした。昔もよくこんな感じで一緒に隠れたよね。奏はかくれんぼの時いつも俺についてきたよな。だってアルト君と一緒にいると安心するんだもん。ごめん、安心しすぎてお腹空いちゃったみたい。食料調達してくる。え、だったら私も行くよ。一人にしないで。いや、目立つと危険だ。俺一人で行く。安心しろ、絶対帰ってくるから。絶対だよ。生き残るために食料調達は必要だ。俺は奏に本棚の中に隠れるよう言って窓から外に出た。苦労してコンビニにたどり着くと、科学の成田先生が商品をむさぼり食っていた。成田先生まで。くそ、先生がまともだったらワクチンの開発もできたかもしれねえのに。ひとまず食料調達だ。当分はしのげる量を。俺はレジ袋いっぱいに食料を詰め込み学校へ急いだ。俺は図書室の窓から出てくるカリンのゾンビを発見した。どうして、どうして中から出てきたんだ。あれだけ頑丈に扉を閉めたのに。開いた窓を見てゾッとした。それは俺が食料調達のために開けたまま閉め忘れた窓だったのだ。しまった、やばい、奏。俺は真っ先に奏の元に駆けつけた。奏、大丈夫か。足噛まれちゃった。奏の足にはゾンビの歯型の傷跡がついていた。待ってろ、すぐ治す方法を見つけるからな。俺は必死だった。くそ、どこだ、どこだ。その時破かれた紙の束を見つけた。シュレッダーにかけられたように細かくなってしまった紙片の隣にはゾンビウイルスのワクチンという表紙だけが落ちていた。これってまさか。頭脳明晰なカリンはゾンビになっても頭が良かったのだ。駆除されることを恐れ資料を本能的に感知したのだろう。ビリビリに破かれた紙を拾ってつなぎ合わせようにも全く解読不可能な状態だった。ルトくん、俺はもう逃げる気力も失っていた。ごめん、ごめん、奏。俺のせいで。もう奏に噛まれるならいい、ゾンビになっても仲良くできたらいいんだ。俺はゾンビになってしまった奏を抱きしめた。奏、ごめんな、ごめんな、守れなくてごめんな。俺は情けなさと不甲斐なさで奏を抱きしめながら涙をこぼした。アルト君、私、奏、奏、元に戻ってる。どうして。アルト君、わかった、涙だ。人間の涙がゾンビを元に戻すんだ。俺は思い出したようにゾンビ化した成田先生の元へ走り、俺の涙で人間に戻ってもらった。助かった。で
でもどうして？人間の涙です。人間の涙で元に戻せるんです。そうか、よく見つけてくれたな。早速ワクチンの開発に取り掛かろう。かなで、ラムちゃん。こうして俺たちはワクチンの開発に成功。大切な仲間を元の状態に戻すことができた。僕何してたのかな。気持ち悪い。なんか吐き気するよ。こいつは治ってもゾンビみてえだな。ゾンビウイルスには人間の涙がワクチンとなることが判明し、次々に町からゾンビは消えていきました。よかったわね、プニちゃん。なんとプニ。アルト、遅刻するよ。はーい、すぐ行くよ。調子に乗って弁当みんなの分作ってきたから遅れちゃったよ。今日からまた学校が始まる。普通の日がこんなに幸せだったなんて。みんなに会えるのが楽しみだ。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう、アルトです。みんなが無事に人間に戻れて本当に良かったぜ。平穏な日常ってのが一番大事なのかもしれないな。みんなはもし大事な人がゾンビになっちまったらどうする？コメント欄に書いてみてくれよな。それから動画が面白かった人は高評価ボタンもよろしく頼むぜ。これからもソプラノ漫画は100万人登録を目指して頑張っていくから、チャンネル登録とベルマークの通知をオンにして、これからも応援よろしくな。それじゃ、また会えるの楽しみにしてるぜ。ソプラノ漫画の動画を最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると制作チームの励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお待ちしております。